人材。えー、芸のゲームときに知り合った人材は一生の人材です。ジョーのときに知り合った人材は対等なビジネスパートナーです。お互い切磋琢磨し続ける存在です。チームの中に入るということはありえないと思っておいた方がいいです。えー 例えば、これはコンサルでも一緒なんですよね。だから僕はこういう仕事をしてるんですけど、この会社がうん、なかなかちょっと困ってるっていう状態の時にお知り合いになり、そしてそれのお手伝いをすることによって一生涯のクライアントになるっていうところです。はい、うなので、まあ、ここのクライアントもいますよ、僕にはね。いるけれども、ここは、うんお尽くしてお尽くして必要がなくなる時期が来るだろうなっていうふうに思いながらやってます。 えここはただ単にひたすら循環し続けるだけ。ぐるぐる変わる。だからビジネスによるお客さんも同じだと思うんですね、皆さんのね。本当にきつい状態、本当に大変な状態を一緒に乗り越えた方たちっていうのは一生のクライアントになってるし、すごく条件がいいお客さんたちはやっぱり、 バブルみたいなもんっていうかそのねあの流行トレンドみたいなもんで美味しい時期が終わったらお互いはまあじゃあ元気でやっていきましょうみたいな感じになるでここは常に変わり続ける流動し続けるこういうふうにざっくりできてますざっくりできてますで,でそんなん考えたらあじゃあ上の人をじゃあ探すのはどうなのとかえ下の人を探して育てるのはとかいろいろ考えるんだけどそれも全然どうでもよくって 全部同時にやるだけなので。全部同時にやるだけです。ただ単に。で、僕が今、システムとして気に入ってるのは、この、中小級経営支援会とかっていう、本当に価値提供できるもの、そしてレバレッジが効くものを、より多くの人たちに提供していく、ことをやるっていうことが重要。